極真会館総家は、極真空手の創始者、小大山マスタツの相続を継承する大参加により、運営されていた団体。団体名称は、一般社団法人国際空手道連盟、大山マスタツ極真会館。1994年、極真会館創始者、大山マスタツき後、と、内部分裂した、極真会館の中で、大戦の遺族、大参加を中心に組織され、 遺族を支援する日本内外の支部長によって構成された極真から手書派の一つ。通称は極真宗家や遺族派とも呼ばれる。1995年に遺族派と支部長協議会派が合流し大戦派となったが、後に旧遺族派の宗家と旧支部長協議会派の新極真会に再分裂し、現在に至る。 極真会館総本部分裂前の西池袋の総本部については総家が所有している。また、大山マスターズの肖像権は総家の許可なき無断利用を禁じている。ただし、極真会館として空手を教授できる権利を有していたが、世界総極真から商標登録無効の申し立てがなされ、特許庁において、 極真会関総家の商標権を無効とする新決が2017年5月11日付で下され、翌6月19日に確定された。大戦敗として、大戦の精神、武道としての空手を守るべく、マス大戦メモリアルと銘打った、宗家独自の全日本大会、国際大会を毎年開催している。無差別による国際大会となった2007年度より、 記載国際空手導連盟、大山マスターズ局新会館に関するカテゴリー、ありがとうございます。